はいこんにちは、ズクそれでは今回なんですけども、キャッシュレススマホ決済キャンペーンまとめ。来週はこのペイが熱いということで、今週もやってきました、キャンペーン日曜日のまとめ動画ですね。今回は1月の6日から1月の12日までの来週1週間で開催される主なキャンペーンをピックアップして、簡単にサクッとお伝えしていこうと思います。今回は新たに始まるキャンペーンもあるので、ぜひ一緒に見ていきましょう。 まずはペ a ペ p からですね。ペ a ペ p では主に3種類の大きなキャンペーンです。まずは街角ペーペ p 第2弾ですね。期間は3月31日まで開催されていまして、キャッシュレッシュ者還元事業の5%のお店であれば、20回に1回の確率で最大1000円相当が戻ってくるキャンペーンです。ちなみにこの抽選に外れた場合でも最低でも6.5%は還元がされます。 次にペイペイモールですね。こちらも街角ペイペイ同様に3月31日まででして、最大で20%還元されるキャンペーンとなっています。で、この中に画像として含めてませんけども、現在ペイペイモールのゾゾタウンでは、最大で10%還元のキャンペーンというのも開催されています。なので、ソフトバンク、ワイモバイルユーザー、そしてヤフープレミアム会員の方は30%近く還元される商品もあるので、まあ、結構お得なので、ぜひ見てみてください。 そして次は電子書籍などを販売している ebookjapan にて paypay 決済をしたら最大で20%還元がされるキャンペーンが開催されています。こちらは1月の31日まででして購入を検討している書籍などがあればぜひチェックをしてみてください。次は d 払いですね。こちら3種類のキャンペーンをピックアップしました。 まず一つ目は D 払い生活応援キャンペーン。こちらは、キャッシュル消費者還元事業の5%のお店であれば、D 払いがさらに5%を上乗せして、合計10%の D ポイント還元をされるキャンペーンとなっています。こちらエントリーが必須となってまして、3月の31日まで開催中です。で、このキャンペーンは D カードプリペイドと D 払いの連携も可能ですので、もしですね、D 払いと連携して利用されるのもいいのかなと思います。 次に二つ目は D 払いと関連するんですけども、こちらの D ポイントスーパーチャンスですね。こちら D ポイントカードを提示するお店で通常の D ポイントが3倍になるというキャンペーンで、期間は1月の6日で終了となります。三つ目は飲食店プラス10%還元のキャンペーンというのが1月の7日からスタートします。こちらは3月31日までと結構長いキャンペーンで、11時から14時の間に 対象の飲食店で D 払い決済を行ったら D ポイント10%が還元がされます。まあ、このキャンペーンで気をつけないといけないのは時間帯もそうなんですけども対象店舗なんですよね。まあ、D 払いが使える全部の飲食店が対象というわけではなくてどこで使えるのかっていうのを必ず公式ページでご確認ください。まあ、僕は使うとしたら多分松屋とかになるのかなと思います。 次は楽天ペイですね。楽天ペイでは全店舗対象期間中ずっと5%還元のキャンペーンというのが開催中です。こちらでは楽天ペイが使えるお店であれば、どこでも5%のポイント還元されるものとなっています。まあ、このキャンペーンに参加するためには必ずエントリーが必須となってますので、そちらもお忘れないようにお願いします。次はメルペイですね。メルペイでは3つのキャンペーンが主に開催されています。 一つ目はメルペイスマート払いで5%のポイント還元ということで期間は2020年の1月31日まで開催中です。ID やメルペイのコード決済を使えばどこでも5%が還元されます。で、このキャンペーンの上限というのは1000ポイントまで受けることができるので、まあとりあえず2万円分利用すれば上限に達することができます。ちなみにこのスマート払いの限度額については人によっては設定できる金額というのがバラバラなのでご自身がいくらいくらまで設定 できるののかっててていいうのをチェックしてみてください次はこちらの進めるペイのキャンペーンですね。こちらは招待コードを使ってメルカリに登録した後にメルペイの画面で銀行口座や運転免許証を提示して本人確認まで完了したら1000円分のメルペイポイントがもらえるキャンペーンとなっています。こちらはキャンペーンの終了日時は決まってないのでメルペイデビューの方はいい最高なタイミングかなと思います。 そしてメルペイのスマート払い、いわゆる後払いを初めて利用,利用される方限定のキャンペーンも開催されています。こちらはメルペイのスマート払いを設定して、決済をしたら2000円分のメルペイポイントがもらえます。期間は2020年の1月の7日までとなっていますので、もうすぐで終わりますね。あと、先ほどのススメルペイと組み合わせて利用すればめちゃくちゃお得となっていますね。 次は a u p a です。まあ、来週はどちらかというと、この a u p a が結構熱い感じなんですよね。a u p a で大きく2つのキャンペーンが開催中です。 まず最初は家電20%還元のキャンペーンというのが開催中です。現在 a u ペイは AU ユーザー以外でも利用が可能となっていまして、今回のキャンペーンは AU ユーザー以外でも基本的に誰でも20%還元されるものとなっています。まあ、もしですね、家電の買い替えを検討されている方はこのキャンペーン利用してみるのもいいのではないのかなと思います。あと上限も1万ポイントまでとなっているので、まあ、家電を購入するにはちょうどいいのかなと思います。ちなみに期間は1月の13日まで 開催中ですあとまあ家電量販店独自のポイントカードとかあと LINE のショッピング号などと組み合わせて使えばさらにさらにお得にお買い物ができますね。 次は、ファミリーマートと au ペイのキャンペーンが開催されます。1月の7日からスタートとなっていまして、こちらは au のスマートパスプレミアムの方であれば最大で20%還元。それ以外の方でも最大10%還元を受けることができます。もちろんファミリーマートを利用する際には必ず楽天ポイント、d ポイント、t ポイント、まあ、いずれかのポイントカードの提示も忘れないようにしてお得に取っちゃいましょう。 次にオリガインペイですね。オリガインペイではその場で3%オフのキャンペーンも開催中です。期間は2020年の1月31日までで、キャッシュレス消費者還元のお店であれば最大で8%即時ポイント還元を受けることができます。 そして、ファミリーマートのキャンペーンですね。こちら、ファミリーマートにて、どんべを購入する際に、ファインペイのバーコードを提示して、どんべ5個で1個無料のクーポンがもらえる、どんべイのキャンペーンが1月の6日で終了となります。まあ僕も無料のクーポン今回で4ついただいたので、まあ忘れないうちにファミリーマートにどんべ引き換えに行きたいなと思っています。 次は、やっぱりみんな大好き、ゆうちょペイですね。こちらのゆうちょペイでは、現在2つのクーポンが出ています。ウェンディーズやファーストキッチンで使える、 ジェルタピオカ200円引きのクーポン。そして、ワタミア、ミライザカ、トリメロなどで使える1000円オフのクーポン2つが出ています。もしですね、ユーチ t u b e を愛用されている方、もしくは1回でも使ってみたいなという方は、1月31日まで使えるので、ぜひチェックしてみてください。そどちらもあの、1回までしか使えないので、これもお気をつけください。そして、日程だけまとめるとこんな感じですね。こちらの赤い文字のところは、もうすぐでキャンペーンが終わりますよということなので、まあ、D ポイント3倍のキャンペーンが1月の 6日までそしてメルペイのスマート払い初めての方のキャンペーンについては1月の7日まででファインマートドンペイのドンペイのキャンペーンは1月の6日までですねそしてこちらの青文字になっているところは来週からスタートするキャンペーンとなっていますなので D 払いのランチのキャンペーンが1月の7日からそして au ペイとファミリーマートの最大20%還元のキャンペーンは1月の7日からスタートとなっています まあ来週のトータルで見たらやはり au ペイがかなり還元率で見るといわゆる高めな感じですよね。まあ家電の20%、あとはファミリーマートでも10%もしくは20%近くまで還元されるというのはいいのかなと思います。 そして D 払いのランチタイム10%還元や生活応援キャンペーン、あとは D ポイントを集めてる方からしたら本当、やっぱこう効率よく使えるのかなと思います。あとはネットショッピングをするなら、やはり今だと PayPay モールの方がやっぱりお得かなと。まあ20%還元っていうのは普通に考えてもやっぱお得ですもんね。 まあそんなこんなで今回は1月の6日から1月12日の来週1週間で開催される主なキャンペーンのまとめ動画でした。いや、ここ最近20%還元のキャンペーンも落ち着いてくる中で、ここで来たかという感じに、a u p イがいい感じに頑張ってこう仕掛けてきてる印象ではあります。このような情報を発信している僕からすると、毎度こんな風な20%還元というのは、やっぱりこうワクワクしてしまいますね。もちろん無理に使う必要はないんですが、何かこうピンポイントで家電が欲しいとか、 またランチでお得に食べたいなどがあればこのようなキャンペーンそれぞれうまく使ってみてもいいのではないのかなと思います一応下の概要欄に今回お伝えしたキャンペーンの公式リンクなど貼っていますので詳細気になる方はぜひチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですまた月曜日からも頑張っていきましょう